発電機を手に入れ設備も充実させレベル150のアルゲンもテイムした私レイム。そして初めてのブリーディングにチャレンジするも失敗。今回もいろいろ試して頑張りましょ。まずはアルゲンが繁殖可能になるまで少し時間があるので、麻酔屋とか作って時間つぶし。素敵な前歯。ほんとお前ビーバー好きだな。そしてしばらくしてアルゲン2度目の産卵。お、今回はちゃんと孵化できそうだ。そういえばクレートで堆肥箱の設計図拾ってたのでしれっと作ってあります。藁と糞を複数入れると時間経過で肥料ができるってよ。ふんふん、汚えダジャレだな。そしてこのうんちの下には、アルゲンの赤ちゃん。せっかく生まれてくれたのにこれはひどい。その文句はお母さんに言ってください。ほわあ、ちっちゃくてもアルゲンしてて可愛い。落ち着け、ただでさえ低い語彙力がさらに低下してるぞ。いやあ、だってこれだよ。まあ確かにこの姿はめでたくもなるわな。そして繁殖したペットは刷り込みを行うことで、起床時最大30の攻防がアップ。早速やろうぜ。でもケアが必要になるまであと8時間。長いな。結果刷り込みで傷大きくなりました。刷り込み失敗。ゲーム開始時にネットで見た、アークおすすめ設定でブリーディング関連も設定したつもりだったんだけど、私の理解度が足りなくて変になっちゃってる模様。まあアークだし何らかの仕様変更とかで、見た情報が古く現状に合わないものだったのかもな。とりあえず手探りで設定いじってみましょ。でも霊夢がちゃんとブリーディングできるようになるのはまだまだ先の話だった。そうなの？成長して立派なアルゲンになりました。全体的に黒っぽくてかっこいいな。ではこの子の名前は空の導き手アルゲンタビスで。ブリーディング設定をいじいじ。あ、ウィンターワンダーランドのイベント始まったー。これでターキーイベントの時みたいに色鮮やかな恐竜が出てくれるぜ。ふっふっ、新たなペットを迎える準備は万端。モンスターボールもいっぱいあるし、テイムしてすぐ持ち帰り可能だぜ。やっぱー、高レベルの動物出てこーい。こうして今回も低レベルを借り尽くす鬼の所要が始まった。そうして仮に勤しんでたら夜に、しかもザーザーな雨。うわこわ、夜中に突然大声出すんじゃねえよ。いやこれはサンタさんの声。そうこのイベントではサンタさんがプレゼントを落とすのです。マジか、早速拾いに行こうぜ。遠すぎて無理です。こやお前が 100% 叫びながら生きてるのサンタさんに見られてたな。良い子にしかプレゼント渡さないとか差別じゃないんですかね。逆ギレすな。ちぇ。結局朝になってもプレゼント見つからず。意図悲し。なお、動画撮影のために夜を短くしてるのでプレゼントの取得難易度が上がっています。あ、操作ミスった。そしてインベントリを連打すると、ダメージを受けずに済むという都市伝説を信じて連打。あいだー。無事重傷。こんにゃろ、こんにゃろ。草食動物をいたぶってうさばらししてんじゃねえよ。いや掴んでレベル確認してから経験値にしてるだけだよ。紛らわしい。おお、それはいい色のスピノ。イベント中は色鮮やかな恐竜がいっぱいいて楽しいな。高レベルだったらテイムしたんだけど、こいつはレベル70と微妙。しかし高レベル探しは時間がかかりそうだ。まあこれはこれで楽しいよ。さいですか。えっさー、ほいさー。お、捕獲はなか、なんか見つけたみたいだな。息のいいテリジノサウルス入りまーす。そいつ有能な草食恐竜らしいぜ。あっさり罠に捕獲完了。捕獲作業もだいぶ慣れたな。こうなればあとは楽勝。麻酔屋を打つだけの簡単なお仕事です。無事テイム完了。元のレベルは145で今217でございます。こいつは即戦力だぜ。もう一匹テイムできたらブリーディングもしたいね。テリジノサウルス、ゲットだぜ。あ、あんなところに恐竜の卵が。プロントサウルスの卵かな？美味しそうだしもらっていきましょ。ご家族の目の前で堂々と窃盗。あ、あれ？アルゲンがいなーい。おいおいおい、恐竜いっぱいいるところで何やってんだよ。アルゲーン、どこを？あ、目の前にいるぞ。あ、あだだだー、何かに小づかれてるー。急げ、とにかくアルゲンに騎乗しろ。やばー、こらー。えっちょかじらないで、乗れないでしょ。おほー。卵泥棒白霊霊夢、現行犯逮捕。あ、拠点からかなり離れた場所でやられちゃってる。アルゲン無抵抗っぽかったし小屋やばいか？急いで助けに行かなきゃ。モンスターボールに入れっぱのテリジノも回収しなきゃだぜ。あなたのことを待っていました。そして唐突に始まるイベント。今忙しいから後にしてください。おい。お母さーん、あなたの娘さんピンチですよー。原因はお前の窃盗のせいだけどな。城の舞姫アルゲンタビス、緊急発進。
そして十数分後、見つけたー。めちゃたくさんの恐竜に囲まれとる。あ、でもうまいこと水面に押し出されたおかげで、飛行状態になってダメージ入らずに済んだみたい。こうして無事娘さんと合流できたのであった。ふう、お母さんご協力ありがとうございました。ほんと無事に済んでよかったぜ。仕返しに周囲の恐竜一掃してアイテムも回収。なーむ。そしてさっきテリジのテイムした場所に面白い色のが湧いてたのでほかーく。同じ場所にいたのか、罠が有用できて助かるな。でもレベルは90だったから若干弱め。しかしすんごい色だな。これでちょうどオスメス揃いました。ブリーディングが楽しみだぜ。多少時間かかったけど無事テイム完了。もうすっかり夜になっちまったな。そうしてまた奴がやってきた。サンタの時間だ。しかし出現位置が麻薬でプレゼントゲットできなかったのでカット。意図かなし。卵泥棒の悪い子はプレゼントなしだ。出来心だったんです。言い訳すな。プレゼントもらえず意気消沈しつつも、仮拠点に戻ってアルゲンの繁殖に再チャレンジ。無事優勢ランゲットー。赤色の子はまだ生まれたことないからどんな色で生まれるか楽しみ。父親にだったら白黒になるかもな。生命の誕生です。やったー、かっこいい赤色だー。もう一匹も無事生まれたぜ。あ、でもまたケア時間が8時間。ブリーディング設定まだやらかしておるな。頑張って見直しまっしゅ。このままじゃ刷り込みできんもんな。頭を丸めて反省します。おい。っていうか髪型が全然解放されてない。モッド入れればいっぱい増やせるみたいだぜ。モッドの導入は入れ始めると便利にしすぎて、ゲーム寿命を短くしそうで怖いんよ。モッドなくてもコンソールコマンド使い出したら、割と何でもできちゃうからさじ加減が難しいよな。ブリーディングの設定もやりすぎのラインがわからぬ。まあお前の好きにしろよ。あいよ。そんなわけでテリジノちゃんよ、ブリーディング設定にお付き合い願います。え？何すんの？って感じで首かしげてて可愛いな。テリジノサウルス、なかなか愛らしい。だな。採取もこんな感じで便利。おお、めっちゃ採取しとる。でもアルゲンみたいに重量軽減できるってわけじゃないから、その場で加工するなり、荷物持ちを用意したり工夫するのが良さそうかな？まあ野ざらし仮拠点使ってるお前には当分用はなさそうだな。イベント終わったら建てるよ、多分。適当だな。そんな仕事できるこの子の名前は、ブラインドタッチの達人テリジノサウルスだー。仕事できるっていうか OA 業務得意そうな OL さんみたいな名前だな。綺麗なキーボードのホームポジションを維持しております。隣のやつも同じ姿勢だろうが。隣の彼は恐竜界の歌舞伎者、テリジノサウルスを襲名。襲名も何もそいつが初代だろ。シェー、舌打ちすな。さて早速お二人には小作ってもらいます。ラブラブハートマークが出ております。そしてしばらくして無事卵ゲット。卵をエアコン室の横にポイッとな。突如託卵される堂々。テリジノさんのこのお守りよろしくお願いいたします。そして生まれてきたのがこちらの子。うわめっちゃ可愛いな。お父さんにの見事な歌舞伎者。ほあああ、かわいい。落ち着け、ウレションしても知らんぞ。さすがにウレションはしないけどこれはたまらん。かわいい。でも悲しいかなケア時間8時間。また刷り込みできねえじゃねえか。設定に手こずっております。ブリーディングの設定調べるついでにイベントの内容を調べたら、調理鍋でイベアイテム作れるみたい。だが材料となるサンタのプレゼント、宿り火と石炭が足りない。サンタの野郎。こらこら。サンタ、今度は逃がさんぞー。マップのどこに出ても対応できるように、マップ中央でサンタ襲撃を狙う野党レイム。百科ー、お宝を奪えー。サンタさん逃げてー、その子は悪い子です。やったー、プレゼントゲットー。方法中身は防具とイベント素材、あとチビ恐竜なんてのもあるのな。なんかしょぼい。もらっといて文句言うなよ。あと宿り木と石炭はイベ中に出てくるガチャクロースにねじ込むと、ガチャが引けるらしいので早速お試し。無料ガチャ入りまーす。ガチャさん、いいアイテムおなしゃーす。お、背中からなんか飛び出したぞ。あー待ってー、私のガチャクリスタルー。おむすびコロリンス、トントン。っていうかこれ一個だけなん。強欲。うおおお、もっといいアイテム横さんかー。とぶち切れながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたしますー。励みになります。ダラダラしすぎてクリスマスイベントの動画を年明けしてから公開する霊夢。果たして彼女はちゃんと動画投稿を続けるのか？
気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。年末年始は何の連絡もなく突然おいっ子4日も預けられて忙しかったんだよ。若干おこ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。